ヨーロッパの守護聖人守護聖人は、キリスト教の伝統的な信仰の一つで、特定の職業、活動や国、地域などを、ゆかりのある聖人がそのために取りなし、守っているという思想。カトリック教会及び、聖教会でよく見られる信仰である。プロテスタント諸教会では聖人を、職業や活動に結びつけることは、一般的に話されないが、その多くは、過去に、 カトリック教会だったので、特に各土地の守護聖人はよく言及される。カトリック教会の伝統において、様々な職業や地域に守護聖人がいるが、それなりに縁のある聖人が選ばれている。例えばセイヒエロニムスは聖書をヘブライ語からラテン語へ翻訳したことから、通訳の守護聖人である。また、聖女アポロニアは、 純教授の拷問で歯を抜かれたことから、司会の守護聖人になっている。時にはその結びつきの理由がよくわからないものもある。また地域と守護聖人の関係においても、その聖人と縁があることやその地域で、特定の聖人への信心が強いことが理由になっている。例えば、フランシスコ・ザビエルは日本に、キリスト教をもたらしたことから、日本の守護聖人になっている。 特殊な例としてある病気の守護成人というのもあり、例えばアウグスティヌスは眼病の守護成人となっている。これは眼病を守っているのではなく、眼病の人がアウグスティヌスに取りなしを願うと効果があるという意味である。守護成人は1対1対応ではないので、一人の成人が多くの職業や地域の守護成人となっていることもあり、一つの職業、地域に 多くの守護聖人がいることもある。例えば先のフランシスコ・ザビエルは、日本以外にも、中国やインド、インドネシアやオーストラリア、ニュージーランドなどの守護聖人でもある。また、日本の守護聖人とされるのは、ザビエル以外にも大天使聖ミカエル、日本26聖人、聖母、マリア、などがある。多くの地域が、聖母マリアを守護者としている。カトリック教会では、聖母、 マリアの様々な称号があり、それぞれに捧げられている地域がある。主なものをいかに挙げる。ロシア正教会からの流れを組む日本。ハリストス正教会では、日本の足と大主教ニコライが、日本の守護聖人である。ありがとうございます。